来た、ついにゴーレムや。あーもうデブがおしゃれするのが一番痛いから。かっこいい。HP を2分の1にさせてくれよなあ。赤い HP バーがさ、もう見えないんじゃないの、まだ生きてんのか。おお、しょうもないってもう。何なんそれ魚群って。うわあ、睡眠や。どうも皆さんこんにちは、ケツンです。ということで、ポケットモンスターソードシールドの続きからやっていきましょう。前回ね、このキルクスタウンっていうところについて、今回はいよいよボス戦のところかな、こっからやっていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。これはあれだな、地面か岩だな。岩だったら格闘がぶっ刺さる。マジか。じゃあ行くか早速。うわ、来やがったな、こいつ。もうバチ取った、見て、エロなったやろ。クソ、負けたぞって。もうポケモンのことばっかりやなあ。こんなにおしゃれしたのに、ほんともうホップは女心が分かってへん。もう全然うちのこと見てくれへんや。岩タイプへの対策足りてなかった。あれ、岩タイプ。勝った。すいません、いやー勝ちました、もう間違いない。いやもう負けるわけがない、岩タイプやろ。格闘ぶっ刺さりよ、効果抜群やで。いやもうごめんなさいね、これ多分つまんない回になりそうですね。ただ私が無双するだけの回になりそうだ。岩タイプへの対策が足りてなかったの、しょうもないやつやな。兄貴の真似をしたのにって。ほらリーグカードだ、お前も戦うべき。ジムリーダーをチェックしておけよ。巻くわ。いや俺はそんなことしないから、俺のチームどのメンバーで行くか迷ってないで決めないとな。なあこいつ。でもホップが負けるとはなかなかですね。お、なんだこいつは。願い星に選ばれた君に素敵なボールをあげちゃうもの。何くれんの、ムーンボール。ああ、夜の時に捕まえやすくなるみたいな感じやろ。ちゃうな、月の石で進化するポケモン。へえ。泣いてはる。なんで毎回動画載せてんのに。そんなもうやめてよ。でも最近おもんないな、お前のダンス。もう映さんぞ。もう動画に映さんぞ。もうなんか面白くない、あのトレーナーよ、最近目立ってるの。あれ、うちのこと噂してんじゃあ、噂しろ噂しろ。こんにちは、そろそろ終わりが近いからって油断しちゃダメなんだよって。いやだって言わっすよ。自分格闘で固めてるんすよ。しかもね、この時のために、このジムのために対策として用意した格闘タイプちゃうから。楽な時も苦しい時もずっと共に乗り越えてきた格闘タイプやから、他とわけがちゃうねんぞ。こんなんも絶対勝ったわ。なあこいつ、雪降る街での応援、私を応援してるようだって。いやちゃうな、うちやな。なんか雪を意識して、雪国から支持率得ようとしてるかもしれんけど、うちの方が雪やから。ほら見て、妖精。私ってば妖精、トッペママベットみたいやね。私はトッペマ、あなたのしもべ。あれ、これミニスカートなんじゃんこれ。あ、短パンか、エッチだね。こんにちは、実は私チンチン生えてるんですよ。どうですか私のチンチン。私の種いらないか。ちょっとあかん、これはなし、今のはなしなし。もちろんです。ちょっといやがん、もう今この前にあのラブプラス実況してちょっと一個ネジ外れてんねん。よし、この先でジムミッションに必要な落とし穴探知マシンを受け取ってね。いや言うてな、ちょろいよな。しかも今回あれやで、あの進化させるためのポケモンとかおらんからね、マジのベストメンバーやから。負けるわけがない。いいんかな、こんなところでベストメンバーお披露目しちゃって。うわ、ダウジングマシンや、懐かしい。よかったよおじさん、前回はジムミッションの説明ができんかったもんね。今お持ちの落とし穴探知マシンを説明いたしますと、こうというのもこちらではあちこちに見えない落とし穴がある。はあ、落ちると最初からやり直しと。落とし穴が眼前にあって、そして近づくに上がるあるほどマシンは強く震える。はあ、ちょろいな。なんだこれ、ジムミッションマジでちょろいわ。聞こえていますか、さあ感じて。怖いな。え、あー、ここに落とし穴があるってこと。うわー、めっちゃあるやん落とし穴。あれ簡単ちゃうこれ。っていうことはもうこっちが正解ってことやろ。あれ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 、さあやろうぜ私と。てか一回落とし穴落ちてみていい。あねえ、キルクススタジアムの歩き方には慣れたかしら。
うぜえ、マジでうぜえ、うぅぶち壊してやる。なんだこいつ。よしこガントル送り出した。うわ、はい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 、知ってますよそいつは。まだ格闘タイプ出すあれでもないな。うわ、なんだよ今回今一つかよ。相手岩やろ。岩だったら、あれ岩に地面効果抜群な。鋼も効果抜群やん。マジかよ。あ、じゃあこれゴビットいけんな。ゴビット進化させよう。すまんな、お前のことライバルとでもなんでもなくただの通過点として見てて、すいませんね。撃ち落とす、撃ち落としてみろ。なんでもう、ほら効果今一つやから。ヘビーボンバーっていうのやってみよう。ヘビーボンバー、うーん。効果抜群でそれ全然やん。名前のえげつなさと減る HP の量が合ってない。ヘビーボンバーやで。小学生の俺でもちょっと低レベルのネーミングセンスの悪さやで。親父ギャグを最近よく言ってしまう私でさえ引く。あ、地弾だ、めっちゃ入るやん。よっ、来た、ついにゴーレムや。うわー、レベル43で進化かよ。おっそ、むっちゃかっこいい。これはかっこいい、ゴルーグ。くぅー、ついに私はゴーレムを手に入れてしまったようですね。またうちのパーティーがたくましくなってしまうぞ、戦いの中で。古代人のお城の壁にはゴルーグがビームを打つための砲台のような台座がある。じゃあこれビーム系の技覚えてくれるんちゃう。ちょっと落とし穴にね落ちてみたいんよな。ここから、うわー、あー落ちて、これ最初からね、これ、よし、さあやろうぜ。もうね、申し訳ないけど何も盛り上がるところないで、もう速攻で瞬殺させてもらう。俺のこのローブ死んでな。あー見たことあるわ。うわー、あーもうデブがおしゃれするのが一番痛いから。すいません。失礼しました。ジムチャレンジャーのあなたには申し訳ないが、僕のポケモンたちの強さをアピールする戦いをしますので、さっさと終わらせましょう。おしゃれする前にまず痩せた方がいいと思うな。僕はね、あくまでも一個人の意見として。うん、うわ、あ、もう逆にそこまで振り切るんやったらいいよ。そこまで振り切るんやったら僕はいいですよ。マクワが勝負を仕掛けてきて、さあ来い、ボコボコにしてやるよ。お前の全てを否定してやる。ガメノです。なんだこいつ。キモ。さあまずは挨拶代わりに、あ、私の脊柱で軽くな、子猫を外撫でるがごとく、アームハンマー、あれ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 、もしかしてこんな攻撃でやられちゃったんですか。貴様の技を見るまでもなかったな。エネミーワンダウンというわけさ。手のひらを返すようにたやすいですね。インヘンジ石編、いや、もうちょ、読まれへんかった。かっこいい。欲しい、それどこで手に入んの。欲しい、教えて。むちゃむちゃ欲しい。ちょっと待って、このゴルーグよりかっこいいんやけど。いいなぁ、まあいいや、アームハンマー、ワンダールーム。あー、魔法攻撃もできんの。なんか入れ替わる空間ができたって書いてあったな。お、やるじゃねえか。私のこのアームハンマーをかわすやつがこの世にいるとはな。お礼に爆裂パンチお見舞いしてやるよ。ステルスロック。なこれ、なんかチョコ材の技ばっかりしてきてんな。あー、なんか食らうのかな。うはは、死ねボケ。かすか。いや、ちょ待って、あの敵のトレーナーの立ち方マジでうざいな。首痛いやろ、こっち向いたらどうな。もうふくらはぎパンパンやで自分。つぼ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 、なんか見たことあんな。あー、こいつか、こいつ進化せんのか。あー、マジで何も面白くないぞこれ。ストーンエッジ効果抜群やって。ストーンエッジじゃ。ねえ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 、どんな気持ち。ねえジムリーダーさん、どんな気持ち。ねえ、全部一撃でやられてこんなはずじゃなかったみたいな内心冷や汗もやろ。
ねえ、だって見てよその立ちポーズ、ここまで完璧に決めちゃったぜみたいな感じにしてんのに、今さらこっち向くの恥ずかしくてできんやろ。逆にもうどっちにも身動き取れん感じやもんね今ね。情けねえジムリーダーだなおい。え、ちょっと待って、ローブシンだけむっちゃレベル上がってるやん。怒りの前歯、うわー、怒りの前歯来た、俺の大好きな怒りの前歯、うわマジか、これは来たな。ちょっとアラオフルはいらん、石炭山を繰り出そうとしている。で、これが最後のポケモンやろ、分かってる。石炭山さんじゃないですか、どうしよっかな。僕ね、ちょっといいこと思いついたんですよ。傷薬で、ローブシン、あの食らってないやつに傷薬とか使うと効果がない状態やね、うん、で無駄に一旦消費できるんよ。で薬の消費もなし。まずこのなんだっけ、ダイマックス覗かしてもらうわ。あれマジダイマックス違うやん、めっちゃかっこいいやんそれ、姿全然ちゃうやん。さ、巨大マックスってやつやろ、ダイバーン。いや大して食らわねえから言うて、ほらとりあえずこの巨大マックスの3ターンを退ける。オーケーオーケー、3ターン終わり、よかったね。3ターンも攻撃できて初めてちゃう、僕に攻撃できたの。これで一応ジムリーダーとしてはなんとかプライド保ってたんちゃうなあ。さて私のターンだ、最高欲張りする、やっぱりお前しかいない。ですね、怒りの前歯を私覚えたんですよ。怒りの前歯が相手の HP を半分にさせる技ですね。じわ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 と痛ぶってくれるわ。ヒートスタンプ、はあ、やるやん。ふーん、怒りの前歯見せてみろ、はあ、ほら噛みつけんね、石炭なんかちょろいね。よし、怒りの前歯あれ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 、そろそろお気づきじゃないでしょうかジムリーダーさん、私があなたで遊んでいるということに。ナメプですよ、あなたを殺したりはしません、じわりじわりと怒りの前まで激しく2分の1ずつにさせて出てきます。なるべく長い間この大衆の観衆の前で恥をかいてもらいたいからね。ね、殺してほしいね、もうそろそろ思ってんじゃん、殺してくれって、もうとどめさせてくれって思ってんじゃん。それともお怒りかな、こいつジムリーダーの俺にナベップしてきやがったって、プライドズタズタかな。いやでもこうでもしないと動画の取り分ないんすよね。さあ欲張りする怒りの前歯、お、タールショット、なあこれ、おー、チョコ材な技をするね。欲張りさ、炎に弱くなった。あー、いいやん。いやー、とどめ刺されへんな、チクショーじわりじわりと追い詰めるんですよ。ねえ、いつまでそのポーズできるかな。もう脇汗ぐっちょりやろ。もう布団があったら潜りたいでしょ。潜らせません、最後まで恥かいてもらえますか。いやー、ラスト1回の怒りの前歯だわ。いやー、使っちゃおう。さあ、HP を2分の1にさせてくれよなあ。赤い HP バーがさ、もう見えないんじゃないの、まだ生きてんのか。PBA 以上、よし。これで技が回復する、怒りの前歯が、10回また使えるようになる、逃がしませんよ、当たり前や。うわ、怒りの前歯使い終わった、もうこれでとどめさせてもらえるとか思うなよ、なめんなよ俺のねちこさ相当やから。いい、削れ削れ。どんな気持ちかな。ねえ、ダイマックスも使いませんでしたけど、穴があったら入りたい。でしょうね。いや、ここは落ちてしまいたいか。素直やん。あー、すっきりした。ありがとう。ストレス発散になったよ。また戦おうね。お見事でした。決まりですので、岩バッジを渡します。いやー、なんか、今までのジム戦で一番ちょろかったっすよ。僕のことは気にしないでください。むちゃむちゃメンタルブレイクしてるやん。技マシンを渡すね。何？岩石封じ、なんか全然大したことなかったよなこの技。素早さを下げる、まあ、どうでもいいわ。
マクワさんが着ることでかっこよさが増しているデザインのユニフォーム。弱セット、いやもうこれ捨てよう、弱さが映る。いい勝負だったよ、ジムリーダーだって強いのにね。あのさ、キルクスにはいいお店があるんだって。あー、ハンバーグね、そこでお祝いしようよ、ステーキハウスおいしんボブだよ。うわ、なんか嬉しい。こいつ負けたんちゃうの。ケツンすごいぞ、ジムバッジ獲得したんだな。お、待ってたよ。ブラックナイトのこと、剣と盾のポケモンのこと、何もわからなくて。そう、これタペストリーあんで。え、なにこれ。5枚目のタペストリーかな。伝説の続きってこと。悲しむ2人の英雄、剣と盾はどこに。タペストリーに書かれた絵は何を意味している。あー、封印された。そうかな、封印というかどこかで眠りについたのかも。へー、まだこいつら生きてるってこと。ラテラルタウンの遺跡によると、剣と盾ってのは2匹のポケモン。うん、私はそう睨んでいる。俺たちが出会った不思議なポケモン、あいつが剣や盾の可能性ってあるのか。出会ったって。ケツ、お前なら何のことかわかるだろう。まどろみの森やろ、一番最初にパート1であったやつやんな。俺たちを霧で包んだ不思議なポケモン、あいつがそうじゃないの。そうだった、あなたたちまどろみの森に入ったんだ。あー、おばあさまに言われて始めた旅だったのに楽しすぎるよ。食べながらでいいから詳しく聞かせてよ。よかったね、旅できてね、お嬢ちゃん。なるほどね。よし、食事を終えたらキルクスタウンの見学、英雄の湯に行きましょう。お、入浴シーンですかね。え、ちょ、入ろうぜ。これ入りたい。大昔二人の英雄が悪しき存在を打ち破り、戦いの傷を癒した場所。でも今、英雄の湯に浸かれるのはポケモンだけ。英雄がポケモンやったってこと。おい、ケツン、ポケモン勝負すると突然やな。まあ、ええよ。そういえばさ、こいつさ、昔、モコモコのやつ、ゲットしてなかった。あー、進化してるわ。あー、よかったね。クビになったんかと思った。さあ、やろうぜ。頼むぞ、相棒。いやいやいや、お前なんかね、あれ、レベル40か。しょうもねえな。多分こいつ、ノーマルタイプだろ。アームハンマーで一発やと思うな。丸くなる。無駄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 。すまんけど、ここでうちのポケモンたちにね、自信をつけさせてもらう。いいもんくれるじゃねえか。あれ、テンション下がってないね。心が強くなってやがる。こいつ、旅の最中で成長してやがる。アームハンマー死ね。あれれれれ、相性いいですね。どうしたんですか、ホップ。息してる。いや、ちょっと適当に傷薬使おう。 OKOK、 効果がなかった。あれれれれ、狙い撃ち。それが貴様の最後の技ですね。なぜ私が無意味に傷薬を使ったか分かりますか。あられで私が手を下さずに勝手に死んじゃうからですよ。どうした、ポップ。健康なんかにやられちゃって、どうした。ちょっとこいつ分からんから、時短だね。適当に。どんなもん。あ、効果抜群や。ワンパンじゃないですか。こんなもんよ、ライバルのお前に勝てないか。もう俺は絶対勝てそうにないな。お前にはもうかなわないわ、ケッツン。お前が真のチャンピオントレーナーだ。もうお前のライバルって名乗るのは金輪際やめる。すまないな。9840円手に入れたと。ありがとう、二人とも。いい戦いだった。このまま無敵のダンテを任しちゃいな。で、あなたたちどうするの。私はまどろみの森も調べるつもり。おー、何度でもジムに挑戦ぞ。ジムバッジもらったらスパイクタウンに向かうぞ。じゃあな。あ、まだ取ってないもんな、お前。やっと吹っ切れたのかな。あいつが元気じゃないとダンテも心配するし、あなたもライバルとして頼りないもんね。物足りないもんね。はい、ということで、今までこのキルクスタウンっていうところにいたんやけど、そっから下に南下して9番道路抜けてスパイクタウンっていうところに行くところですね。さあ、やっていきましょう。トレーナーが出れば勝負。なんとシンプルな決まり事。なあ、こいつハマスジョー。ちょっと待って、やるじょーみたいなノリ、かますじょーってことかな。うわ、寒っ。いや、ポケモンのさ、制作者ってさ、結構寒いことしよるよな。うん、親父ギャグ言う俺でさえ引くところあるよ。ここなんか釣れんのかな。変わったモンスター出るかな。俺なんか水タイプってかじり紙ぐらいしか持ってなかった記憶があるんやけど。あ、なんか釣れた。うわっ、なやこいつ弱し。あ、ちょっと待って、弱いイワシってことじゃ。おー、お前しょうもないって。もう何の話だ、何だそれ。魚群って、うわー、スイミーや。スイミーになった。すげー、かっこいい。全然違うポケモンやんか。ずる、それはずるいって。欲しい。
てか今の人たちってスイミーってわかる？俺が小学生ぐらいの頃に国語で習ったやつやねんけど、スイミー知らん？いやマジでやばいな、クソかっこいいな、この気持ち悪さが最高やね。うん、おとなしくなった？は？あれ元に戻ってるやん、チリチリになったって書いてあったね。あれうわぁ涙目や、うわぁかわいそう、めっちゃ涙目や、弱そう弱そう、まさに弱しやわ。うわぁもう攻撃しないでっていうグッっていう口してるね、かわいそうに。うわぁすげぇ、これあれやな、ちょっとした大バックスみたいなもんなんかな。じゃあ何ターンかしかできないってこと？3ターンぐらいか。オッケーオッケー、捕まえたわ。あーターンじゃねえわ、 HP が多い時が群れて強くなるけど少なくなると群れはチリチリになってしまうって書いてあるね。あーありっちゃありやな。あーマジで水タイプしかねえな。なんかヤバそうなやつおんねんけど、でっかー。あーすげー、これ意外とレベル高いんちゃう？うーわ気持ち悪い、ポンデリングの妖精みたいね。強く生きて。野生のひどいで、人でやしひどいでっていう感じか。なんかもうどんまい。はい、あのねちょっと手持ちポケモン変えるわ。一回ね弱し入れてみる。これね進化すると思うね。で俺の予想、進化したら強しになる。間違いない、うん、100万ペリカかけるわ。で一回このタイレーツと、ローブシンをアウトさせます。まあレギュラーから外れたわけじゃないんですけど、まあローブシンとかレベル50代も超えてるからね、あのネギがないと代わりに一回入れてる、まあレギュラー候補のやつをバランスよく育てていこうかなっていう感じで、あとね、おしゃれしてきた。どう？ちょっと、急に大人びた感じがしませんか？ほーら、見てこれ。あ、雪が降ってる、みたいなこれ。すごい大人びたよね。前回のさ、童貞とおっさんを殺す服はさ、あーなんか女子大生とかそこら辺が着てそうやなって感じだけど、これはもう、大人のお姉さん、お姉さんが着てそうな服ですよね。これもまた、エッチだ。今のエッチだっていうのは、お笑い芸人のレインボーの綺麗だみたいなのをもじってる。あれここって釣れるん？そういえばシュッ、ここもなんか釣れるんちゃう？弱し以外釣れんかな。なやこいつ、うわタコや、うわ、いや俺タコ嫌いやねんて、もうなんなこいつ。たこ焼きにでさえタコ入れないレベルやからね私は。9番道路キルクスの入り江、うわまた変なやつおる。しかもこれカジリガメや、何してんのお前ら、カジリガメいじめてんちゃうか。スパイクタウンに行けないよ、9番道路は進め合わせないよ。ほんまに民度悪いね。俺たちエルダンはカジリガメを応援しながら誰かが水上を越えていくのを邪魔するのだ。あ、いいやつやん、ババイト。はい、ですからロトム自転車で水上を渡れるように。え、あ、波乗りじゃなくて自転車で水上を渡れるようになるのかな。しかもこれ向かっ、そうやね、自転車プレゼントした前あったもんね。いやーおしゃれ、大人の女性になってからケツ、うわースカートが似合うとか言ったらね、まだちょっと若いところあるやんな。うーん、まあ、中学生高校生とか、まあ、大学生とかねところあるけど、このズボンが似合うっていうのこれ大したもんよ。うわー大人の女性になってからね、キャーかわいい。もうよう育ってから、もう昔はねパート1、2ぐらいの時はねホップと一緒にね森に遊びに行ったりしとったのにね、もう今じゃ森で遊ばれへんやろ、森で何していいかもわからんやろ。わかるわー、おっちゃんもあれやわ、海とかに行ってもな、海で何していいかわからへん、うん、若い頃はみんなで海行くぞとか言うとったけどね、今海に行っても何して遊べようかわからんもん。ちょっと弱し一回使ったるわお前、アクアテール。弱しのねいちいち魚群のあのモーションが本当に時間もったいないよね。ちょっと見ててめんどくさいよな、絶対めんどなんねんこれ。え、弱し、弱しむっちゃ強くないですか、この状態の弱し、えぐいほど強い。いやーでもなー、弱しが入る隙間ねえんだよな。うわースパイクタウンに帰りたい、帰りたいってやら帰りたいのよ。あ、スパイクタウンがあの女の子の出生地だったっけ、マリーだったっけな。このままではカジリガメに乗られてしまう。いや別に乗らんよ、いいこと思いついたぜ、俺たちがカジリガメに乗るんだ。いやカジリガメ怖いで、お前ら亀を持って舐めてるやろ。え、ちゃうって、こいつアゴタイプやねんて。よし頑張れカジリガメ、さよならですジムチャレンジャー。え、乗れんのカジリガメに。あ、何しようこいつ。お前はまた助けられましたね。どうですサイクルライフ楽しんでますか。ロトム自転車で水上も進めたら最高ですよね。いや進めさせてよこれ、ありがとう。
うわーほんまや、うわーすげー、波乗りいらんやん今回。はいた、うわクジラやー、すげーかっこいい、吠える子欲しい。さあよし行け、どやどや吠える子、おめえがクジラだってな関係ねえんだよ。イワシの大群なめんなよ。でもイワシの大群ってクジラからしたらただの餌やんね。いやちょっとヨワシはね、まあ、確かにロマンあるけど、いちいちモーションがだるすぎるからやっぱりいいわ。え、マジでゴルグ空を飛ぶ覚えんの、うせやん。え、こいつゴーレム空を飛ぶ覚える、マジすげえ。ヘビーモンバイラン、うわなんかいろんなポケモン飛び跳ねてんね、すごっ。あ空手を何してんのマジで空手を何してんの、そんなところでもう気持ち悪いな。ほうちゃうねん、何集中してんねん、神道を滅却すれば日もまた涼しい、ちゃうねん。なやこれツッコミ、俺ことわざで突っ込んだの人生で初めてかもわからん。ほう銭湯、何集中してんの。あれこれさっきのタコちゃんの進化系ちゃうこれ。じゃあなジムリーダーから受け継いだこのリベンジで。いや強よ、マジ強よ。バラレであいつ落ちたんちゃう、ギリ落ちんか。いやざまどんな気持ちかな空手よ、修行の意味ないですね。寒いんちゃう、実はブルブルやろもう。何してんのこんな偏見の偏境の地で。ガラルには昔の名探偵が駆使していた謎の格闘技バリッツというものがあるらしい。へえ、どうやってここ来たん。黒帯格闘タイプの技の威力が上がる、めっちゃ強いやん。あれビーチビーチちゃうやろ、ここアホしかおらんの、むちゃむちゃ寒いやろ。見て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 、これこれわかる、これこれ壁ちゃうで、氷やでなあ。あポケモントレーナーじゃないや、こんにちは。確かにビーチだけど寒いよな、クールすぎるだろ、アホなんこいつら。どうかしら、私のシークレットビーチ、ひんやりとした海に浮かぶこじんまりとした神秘の楽園。あなんかくれんの、ありがとう。ダイビング、あーあったな技、あはいはいはい、ありがとう。ポケモンと組合鍛えたわしの強さをとくと見よう。あんまり強くないんだよな空手よ集中すんなって。まあでもこいつら格闘タイプやろ、任してくれ、うちのエスパーがいるから。ただね、こいつ岩持ってるから格闘タイプの技効果抜群やと思うよね。お互いが効果抜群だ。うわしかもあいつの方が攻撃力はってか素早さ早いんや、これはまずいですよ。サイコキネシス、どんなもん、これで仕留めてほしいところはある。うわー仕留められへん。いやまあでも一発はしないやろ。え、まだビルドアップすんの、は？おい空手はアホな、お前自分の HP 見たら、もうミリよミリ、赤色やったね、ほらな。打撃どんな気持ち、まさかやと思ったやろねえ、一旦目さビルドアップしてうわーってなってさ、でもサイコキネス食らって HP がミリ、クソ次のターン俺ビルドアップしてるからせめて一撃だけでもって思ったやろ。打撃まさかやったな、ビルドアップすかって思ったんちゃう、カルテゴさんビルドアップすかってねえ、ダストシュート、ゴミ箱に投げるってこと。うわなんかめっちゃ強そう、いいね。ゴルーグはゴーストダイブ、はぁ、ゴーストダイブって何、一旦目でどこかに消えて二旦目に攻撃する、あーありやな。お次は嘆き、あいいね、打撃と嘆き。さあお前もまたビルドアップされんようにね、注意してね。あこっちの方が素早さ早いやん、一旦しかないで、もう。お防御高いね、山嵐を使った、そう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 、あれ効果今一つ、あれいや効果抜群でもないな、それノーマルタイプの技やった、あれもうなんか気まずいな空手を、やっぱり相変わらず空手を見つけるとね、もう何喋っていいかわからなくなるよねマジで、混乱してくるよな。はい、ということで今回は時間的にこの辺かな。いやーようやくねジムリーダーでこう相性抜群があったね、全然強いタイプに恵まれてこんかったから、マジでねもうすっげえ気持ちよかったであとね主人公がどんどん大人びていってる感じするよね。
これもしかしたらさ、ポケモンの制作者考えてたかもわからんな。いろんな街にさ、ブティックがあるけど、進めば進むほど大人びた服が売られるようになってたのかもわからんな。なんかね、主人公の成長を感じる。そこまでポケモンの制作者が考えとったらマジで脱帽やね。はい、ということで今回この辺で、また次回よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。